皆さんおはようございます。カズです。ソロキャンプで日本縦断もいよいよ折り返し、今日は沖縄から鹿児島に向かいます。また長いフェリーの旅が始まります。25時間頑張ります。すいません、これ、はい、鹿児島行きのフェリーじゃないでしょうか。あ、鹿児島です。ですね、はい、これ、ま、三重島行きなんですよ。あ、そうなんですか。運転さん、あ、危ない。そうすると乗り遅れますよ。今向こう船ついてわかる？はい。あの船ですよ。あ、そうですか。次のね、左側行って。あっち。急いで急いで急いで。乗り遅れますよってやばいね。めっちゃビビってます今。このフェリー高いからな。10万ぐらいするからね。やべえ、どこだ。めっちゃ焦ってます今。あ、ここか。ちょっと心配なんで聞いていきます。いや、沖縄にはね、またすぐ来るような気がします。最高でした、本当に。沖縄キャンプ、島キャンプ編はかなり印象に残ってます。まだ見てない人はぜひ見てください。いや、バックパックで行って島の人ともね、交流があったりとか、タリーがね、めちゃめちゃ疲れてたりね、結構大変だったんですけど、海がめっちゃ綺麗で、もう飛び込みたいぐらいでした。でもね、水温は若干低くて足だけ入ったんですけどね。初めてのバックパック旅だったんで、何を使おうか迷ったところはあるんですけど、しっかり準備もできてね。まあ、ただ OD 缶を忘れるというね、事態が起きたんですけど、西表島には OD 缶は売ってないからね、まあなんとかなりました。ってことで、なんとかなったってことは、まあ OD 缶はいらないのかな、バックパックで使わないのかなって思ったりしましたね。ただ、西表島のキャンプ場はね、いや、47都道府県のキャンプ場回ってますけど、なんか独特な雰囲気で、どこの国かわからないですけど、なんか楽器を弾いてる方がいたりとか、それがまた心地よくてね、とても印象に残ったキャンプ場でした。で、前回の動画ではゴーヤチャンプルを作ったんだけど、まあ、沖縄を締めくくるキャンプ料理って何かなと思ったら、やっぱこれでした。ゴーヤチャンプル、めっちゃうまくできました。ちょっとまだまだね、沖縄にいたいんですけれども、スケジュールも押しちゃって、いろいろとね、立て込んじゃって、本業の方で。急ピッチになると思うんですけど、日本縦断後編も頑張っていきます。ふもとっぱらは行く。絶対に。超楽しみにしてます。すいません。これは初めにタイヤ乗せてます。はい、よいしょ、鹿児島行くか。とりあえず編集します。鹿児島に着きました。ここからね、北海道を目指す日本縦断の折り返しがスタートするわけなんですけど、頑張っていきます。早速ね、まず九州でキャンプをしていくんで、キャンプ場に向かいたいと思います。